こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。先日内見したビーフンさんの、長屋改造計画、のお話は面白かったな。あの時は同じ物件を3回も内見するという、ゆっくり不動産でも史上初の試みでした。バルコニーをウッドデッキにして長屋に作り変えるお話だったり、部屋を拡張して共用廊下をストックルームにしてしまう構想だったり、長屋にすることで部屋の階数によって起こるヒエラルキーをなくす考え方だったりと、常に進化していくビーフンさんの底知れないクリエイティビティに感動してしまったんですよね。で、名残惜しくもビーフンランドを後にしようと思っていたら、川崎の方で新しく作った物件があるのですが、よかったらそちらも見ていきませんか。なんてお話をいただき、ビーフンさんの新築ホヤホヤ物件を紹介していただけました。こちらは新しい試みになっています。主に量産品を使って作った物件なんですよ。へ、量産品、これは驚きです。一般的にはコストを下げられる量産品で作ることが普通なわけですが、普段キッチンや建具、家具までオリジナルで作っているビーフンさんから、まさか量産品というワードが出るとは想像していませんでした。これはもしやビーフンランド全国展開すると、なんて考えるだけですでにワクワクが抑えられません。早速見に行ってみましょう。空が青いなぁ。というわけで着きました。おぉ。青い空に向かって建物が白くそびえ立っていますね。一見超シンプルな外観に見えますが、不思議とすでにビーフニズムが漂っている気がします。自転車置き場にゆとりがあっていいですね。あ、あちらがエントランスかな。何かいつもと比べて間口が狭いような。通路の幅は地域によって基準が異なるんです。ここは川崎市なので幅員 90cm 以上で OK とされているんですよ。なるほど、勉強になります。で、こちらがインターホンと集合ポスト、そして一人暮らしの強い味方である宅配ボックスも設置済みですね。続いて奥へと進んでいきましょう。さあ皆さん、ご昭和タイムがやってまいりました。この通路に玄関ドアが並んだスタイル、これは長屋ですね。いやー、今日も視聴者の皆さんと昭和できて嬉しい限りです。さてさて、今回の室内はいつものビーフンスタイルと違っているのかどうなのか、早速お部屋の中も見させていただきましょう。ちなみに今回はタイプの異なる2部屋を見させていただけるようです。ということでこちらが1部屋目の玄関、室内は約35平米のワンルームになっているようです。おぉ。玄関ドアを開けたら鏡張りのクローゼットがお出迎え。普段のビーフンさん物件なら、オリジナルシューズシェルフ、もしくは何も用意されてなくて、そげなもん自分でなんとかしちゃってんスタイル、なわけですが。まさかの量産品。ですが僕のモザイクのせいで、いまいちよくわからんとよ。土間はモルタルで、ご覧の通りコンパクト。一人暮らしにちょうどいいサイズ感でしょうか。で、お隣には階段がありました。早くもビーフンランドの立体間取りが始まっていますね。まずはこちらのシューズクローゼットから開けてみましょう。なんと普通。このシューズクローゼット、いつもなら、こちらはシューズクローゼットでした、で終わってしまうところですが、ビーフンさん物件でこんなにも普通なスタイルだと逆に興奮してしまうんですよね。続いてこちらの階段を登っていきましょう。階段は量産品を使っていますが、手すりや一部デザイン面を工夫しています。ほうほう。確かに手すりはいつものビーフンさん的なデザインですね。他に工夫されたのはどこになるんでしょう？細かいところですが、通常このように見えているささらが出ないようにデザインしていますね。なるほど。これだけの違いで一気にスタイリッシュでオリジナリティな階段になるんですね。あれは。量産型だと通常は壁になっているのですが、抜け感を出すためにオープンにしました。確かに開放感が全然違いますね。手触りの良さそうな木の雰囲気がたまらないな。続いて正面に引き戸がありますね。今回建具は全て量産品になっていますね。確かに通常のビーフンさん物件では見ないスタイルですね。こちらは水回りでした。ちなみにこの建具は外せるので家電を搬入しやすくできるんですよ。なるほど。洗濯機を買った後で入らなかったらショックすぎますからね。で、奥が洗濯機スペースになっていて、
洗面した収納がオープンタイプなのはまさにビーフンタイプですね。緑のタイルも可愛らしい。ここは見た感じ量産品には見えませんが。いえいえ、洗面自体は量産品を使っていますよ。まあ、鏡とタイル、そして台はオリジナルですが。ほぼオリジナルやん。まあ、完全既製品のあれが入っていたら、さすがにあれですよね。続いてこちらのスケスケでない扉は、浴室でした。小窓ありのユニットバス。こちらは、ビーフンさんも普段使いしている、いつものタイプでしょうか。ということで水回りは以上ですね。続いて奥へ進んでいきましょう。いやー、この木の感じがたまりません。通るたびに触りたくなるだろうな。で、こうやって壁を抜くことで確かに開放感が出ていますね。抜け感を出すというのも目的なのですが、建築的なことを言うと、この柱が上の階段を支える作りになっているんですよ。なるほど。間仕切り用の柱という機能の他にそんな役割もあったんですね。それでは階段を登っていきましょう。天井がスケスケ。あの上は一体どうなっているんでしょう。いやー、さすがのビーフン流立体間取り、この先も楽しみです。ほらまた階段。いつものことながら、この立体的な光景、楽しくて仕方ありません。で、上が光り輝いと。今すぐ登っていきたい気持ちを抑えまして。こちらにはキッチンが配置されていました。おお。これは量産品ですね。いつもの DJ ターンテーブル、あ、間違えた置き型 IH 式コンロが見当たりません。ビーフンさん物件で魚焼きグリルを見かけるという時点で、これはかなりレアなんじゃないでしょうか。ガスコンロは二口あって、一人暮らしには必要十分。収納はご覧の通り。持ち物を少なめに抑えて上手にカスタマイズすれば、すっきり生活できそう。ちなみに僕は扉が閉まればいいじゃないという派閥です。続いてこちらに扉がありました。この天井まで伸びているドアも量産品なんでしょうか？はい。ハイタイプという量産品の建具です。すご。蝶つがいミックスタイル。ご覧の高さなので、デザイン的にスラッとスタイリッシュに見えますね。で、こちらは、トイレでした。トイレも量産品ですが、大量に仕入れることでコストを下げ、普段よりもグレードが上がっていますね。ほうほう。量産品にすることでかえってコストがかかる場合もあるでしょうし、そこはしっかり抑えているわけですか。ということでトイレは以上ですね。続いて、あちらの階段を登っていきましょう。そうそう。冷蔵庫の位置はこちらですね。普通の冷蔵庫を置くとこんな感じでしょうが、あえて背の低いタイプをチョイスできるなら、上のスペースで遊べる気がします。階段の正面には大きめな窓がありました。光り輝いていた理由はこれだったんですね。空が青いなぁ。カーテンをつけたい方のためのカーテンレールがついてます。変わった考えだとは思いますが、僕は。こちらは窓のストッパーですね。ベランダがない分、しっかり落下防止対策がされているようです。で、また階段。で、なんじゃあの燃えスペース。いやー、見てくださいこの光景。これでワクワクしない人がいるでしょうか。いや、おらん。ちなみに今いるここは人が立てるくらいの高さになっているので、居室ですね。ご覧の通りの広さになっていて、ここをメインの生活スペースとして使うようです。で、階段横が四角くくり抜かれていて、は、これは。朝寝坊したらこの四角に向かってスライディングすれば、トイレの前を飛び越えて、ワンチャンこの辺りまで行けちゃうじゃないですか。説明してもいいですか？はい、すんません。トイレを水回りにまとめることも考えたのですが、今回は地域のニーズに合わせてバストイレ別にしています。なるほど。ビーフンさん物件だとバストイレが一緒なお部屋が多いですが、地域のニーズにもしっかり応えるのはさすがビーフンさん。ちなみに居室から見下ろしたビューはこんな感じ。いや、階段多すぎ。今何回やったとかいな。続いて、あちらの階段を登ってみましょう。すでに天井が見えているので、こちらがラスト階段のようです。のはずです。形状的にここは、ロフトということですね。あげなところに窓。しかもバルコニー？はい、ロフトに登ってみました。左には長いハンガーパイプがあって、
T シャツ換算で60枚くらいはいけそうでしょうか。編集の手間がすごいんじゃ。奥はグレーチングになっていて、先ほど階段から見た景色の正体はこれでしたか。なるほど。窓からの光が下の階まで差し込む設計になっていたわけですね。まあそうやろうとは思っとったったい。続いてほぼ丸見えになっているこちらはバルコニーでした。東京コングラッチー、空が青いなー。いやー、ついにダンジョンクリアですよ。見てください、この奥まった風なバルコニー。ドラクエだったら絶対に宝箱が置いてある雰囲気じゃないですか。なんと宝箱はミミックだった。ということで以上が一部屋目の全容です。改めましてこちらが間取りです。玄関開けたら1階は即階段という、B 君さんでは見慣れたスタイル。2階は水回りスペースになっていて、B 君さんにしては珍しい、バストイレ別々になっていたのが印象的でした。3階は、居室をキッチンとロフトでサンドイッチした、斬新な作り。今何階やったとかいな。と、内見した感覚的には、5階建てくらいの多重構造になっていました。実際は1階、2階、3階、ロフト。という構成なので、一応呼び名は3階建てらしいです。そうそう。今回、量産品をメインにして作ったというお話でしたが、この取り組みを始められたきっかけは何かあったのでしょうか？はい。世の中の住宅を見てみるとほとんどが、一点物のオリジナル、オア量産型の二軸で作られていますよね。それは確かに。デザイン重視のオリジナル住宅か、無難なオーソドックス住宅になっているように感じます。デザイン住宅なら設計事務所。オーソドックス住宅なら工務店みたいなステレオタイプをなくしていきたいと考えているんです。今回のように双方をうまくコラボさせ、B 粉デザインから工務店さんへベースの図面をご提供できれば、今後住宅を作る側も選ぶ側も選択肢がもっと広がると思ったんです。なんじゃそりゃ。つまりこのスタイルを B 粉さんがプロトタイプ的な役割になって、それが全国の工務店さんへ広まり、今後 B 粉クオリティの住宅が増えるということでしょうか？はい。有名な家具屋さんでも、まずデザイナーの方が一点一点オリジナルで作り、それを量産することでオリジナルと量産型のコラボを実現しています。このスタイルはアパレルなんかでもそうですよね。それと似たようなイメージです。それ住宅でやっちゃう？いや、夢のようなお話です。ガンダムの世界で例えるなら、量産型ザク改め量産型ガンダムになり、ガンダム無双の世の中がやってくるわけですか。ちょっと何を言ってるかわかりませんがそうです。まずは今回のようにアパート内での量産化に着手し、将来的には新築へ広げていこうと考えていますね。めっちゃ楽しみ。 Google が認める変態建築家集団である B 粉さんから量産品というワードが出ること自体驚きでしたが、まさかそんな未来像を描いていたことに衝撃を受けました。いや、今後 B 粉ランドが全国に波及していくことを想像すると、今からワクワクが抑えられません。新築住宅に広がる可能性があるということは、 B 粉ランドの障害パスポートをゲットできる日も近いかもしれませんね。さてさて、今回はタイプの異なるもう一部屋を見せていただけるようなので、そちらもさらっと見させていただきましょう。ということでこちらが二部屋目の玄関。室内は約30平米のワンルームになっているようです。土間がある。何やら奥まで続いていて、ついついボールを転がしたくなっちゃいますね。自転車をお持ちの方は奥に置けるようになっていますよ。なるほど。ここがお隣さんの階段下になっていて、コンセントもあるので電動付き自転車の充電もできちゃいますね。続いてこちらが居室スペースになっていて、奥には階段、こちら側にはあんなものやこんなものが集まっていますが、まずはこの箱から見ていきましょう。こちらはシューズボックスでした。こちらも量産品を使っているのですが、コストを下げられ普段よりも使い勝手が良くなっていると思います。なるほど、量産品もうまくはまれば住みやすさアップというわけですか。一段一足でスッキリイメージですね。続いてこちらのドアを開けてみましょう。こちらはトイレでした。こちらは一部屋目と同様のハイグレードトイレが設置されていますね。階段下をうまく使った絶妙なポジショニングです。いやー、一部屋目の立体構造はワクワクする面白さがありましたが、
こちらの1階居室バージョンはとにかく生活しやすそうですね。動線にも無駄がないように感じます。で、振り返るとこちらはチラ見えしていたキッチン、一部屋目と同じタイプですね。コンロ横の小窓は換気にも便利そう。ハーブの小瓶なんかを並べたいな。で、背面が冷蔵庫スペースになっていました。ということで1階は以上でしょうか。続いて奥の階段を上っていきましょう。この縦窓がなんと2つ、これは最高に役立ちそうですね。通常なら壁になっているところですが、採光を確保するためにオリジナルで2枚設置しました。ふむふむ、一般的に1階は暗くなりがちなので、これは嬉しいですね。ビーフンさんの柔軟な発想あってこそのオリジナルアイデアというわけですか。さて、こちらの階段を上っていきます。長ー、なんじゃこやー、やっぱり立体間取りなのね。ササラが見えない工夫はここでも健在です。で、階段で途中下車できるようですが、なんじゃこやー、めっちゃいい感じのスペース。ここはロフトです。なんじゃそやー、はこれは以前ビーフンさん物件で内見したロフトと風呂が中心の家、思い出しますよ。あの物件も螺旋階段の途中にロフトが配置されていて、真横が風呂という斬新な作りになっていました。いやー、あの発想は僕のロフトの概念がすがすがしくぶっ壊されたんですよね。で、そんなロフトの正面には窓が設置されていて、床はグレーチングという作り、これは下がスケスケ、そしてなんとキッチン。もしここで二人暮らししたら、こっそり晩ご飯のおかずをチェックできちゃいますね。ということでロフトは以上でしょうか。続いてさらに階段を上っていきましょう。天井が見えているのでここが山頂なのかな。奥がバルコニーになっていて、手前に引き戸がありますね。引き戸の隣には収納棚も設置されていました。通常だと壁になるのですが、スペースがもったいなかったので棚にしました。ふむふむ、この引き戸の先はおそらくあれなので、ここにはタオルなんか置いておくと便利そう。で、そのあれですが、こちらは、はい、水回りでした。正面が洗濯機スペースになっていて、お隣が洗面スペース、一番奥が浴室という作りになっていました。気持ちいい季節限定ですが、ここで厚めの風呂にしっぽり浸かった後でベランダに椅子を置いておいて涼むみたいなことをしたら気持ちよさそう。ということで以上が2部屋目の全容です。改めましてこちらが間取りです。玄関開けると R など間がお出迎え。1階は居室スペースになっていて、階段の縦窓やキッチン上を吹き抜けにすることで1階の日当たり問題を解決するデザインになっていたのが印象的でした。階段を上ると突如現れる中2階、ロフトと呼ぶにはかなり広々したスペースになっていて、ここをどう使うかいろいろ試したくなりそう。秘密基地みたいな構造なのに、窓が大きくて明るく風通しも気持ちよさそうな空間でしたね。3階には水回りがまとめられていて、量産品をメインにしながらも室内はしっかりビーフンさん仕様になっていました。ちなみに確認しておきますが、この部屋はワンルームです。いや、そうは見えん。いやー、ビーフンさんと量産品の関係を探るべく今回慌ててきてみましたが、ビーフンさんプロトタイプの物件を全国の工務店さんに波及させるという驚きの構想を聞けて、今日は本当に大満足の内見になりました。オリジナルと量産型のコラボ住宅が増えていくことを想像すると、ただ住むだけの住宅ではなく、住宅の楽しさが全国に広まっていくような気がしてワクワクします。そう、住宅って楽しいんですよね。ちょうどゆっくり不動産も全国制覇企画の真っただ中なので、遠征先でビーフンさん物件を撮影できる日を楽しみにしたいと思います。今回ご協力いただきましたビーフンデザインさん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん、うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。ツイッターやってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。
ありがとねー。